おはようございます。2019年5月5日、古民家風の家、最後の朝ごはんです。じゃーん、今日もゲストの朝ごはんを紹介します。これがね、大抵ね、連泊してる人のね、2日目の朝ごはんはこんな感じ。小松菜卵焼き、オープンオムレツスタイルで小松菜の入り、白だしの味で作ってる卵焼きと、まあ、これはあれですね、野花とスーパーフルーツトマトにね、農家さんからいただいたっていうのをいただいて、キャベツと大根の浅漬けです。はい、それに簡単なきゅうりもみサラダと、まあ例のショボロ納豆ですね。美味しいですね。はい、これと今日はね、たけのこと、もやしの味噌汁、それにごぶつき玄米ご飯です。はい、これを今から、お出ししたいと思います。皆さん、5月5日端午の節句ですね、正月に入って無病息災を、祈るじゃないな、無病息災祈願でね、正月に入ってゆっくりしましょうということで、古民家風の家、アダムゴンでした。いただきます。